写真で見るのとわけが違う。落とせるの？前にも大きめの敵を落としたじゃない。渋滞が大きくなっても役目とは同じ。機械外のケースを片っ端から破壊して、それでダメなら別の手を考えましょう。
を食らいなさい。レーダーから敵への消滅を確認したが、さすがね。敵の無効化を確認したわ。無効化を確認したわ。いくよ、当たって。まだかかればこんなもんよ。これで全部ね。クララ、翼はまだ残ってる？もちろんよ。向かってくる敵影もなし。これで完了かな。ええ、思ったより順調だったわね。この先もうまくいけばいいけど。え、なんか言った？なんでもないわ。帰りましょう。任務はどうにか完了した。作戦は成功したし、全員無事帰還することはできたが、予想外のことでかなり苦戦してしまった。出撃前に話していたエーリカの不安が的中した結果になってしまった。今回は大丈夫だったものの、次も大丈夫だという保証はどこにもない。私たちは命の危険と隣り合わせの任務についている。世界の未来と仲間の命を背負って飛んでいることを絶対に忘れてはいけないと強く意識した。任務が終わった夜、私のもとに両親、そして弟、妹たちからの手紙がたくさん届いた。内容はもうすぐやってくる私の誕生日を祝うバースデーカードだった。最近滞りがちだった家族への手紙だけど、近況を伝えるいい機会だと思った。明日の休みを手紙の返信に当てようと、便箋と切手を買いに売店へ向かった。私が売店へ向かっていると、新人の一人が詰所で何かをしていることに気がついた。話を聞いてみると、今日の出撃の反省点と改善点を日記につけているとのことだった。私は彼女の真面目さを褒め、私自身のズボラさを話の種にした。そして彼女に家族からバースデーカードが来たから、その返信用の便箋を買いに行くところだと伝えた。彼女は優しく微笑んで私の誕生日を祝福してくれた。私はもうプレゼントを欲しがるような年でもないし、今は世界の未来のために戦っている時だ。誕生日はこんな感じでアーヴェント・フリューゲルのメンバーから言葉でお祝いしてもらえれば十分だと思っていた。今思えば、私はアーヴェント・フリューゲルを、家族たちを舐めていた。この頃、妙にみんながよそよそしい感じがする。別に私が何か悪いことをしたわけじゃないと思うんだけど、話しかけてもそっけない感じだし、なんかこそこそやってるような感じがする。気にはなるけど、エーリカは何でもないと言い張って、ルドルフさんは執務室からほとんど出てこない。気になって訓練もあまり手につかない。ある日、私はルドルフさんから声をかけられた。ようやくこの違和感の正体がわかるのかと思ったが、最近の体調や様子について聞かれただけだった。私はブスッとして、みんなの私への扱い以外変わったことはないと話した。ルドルフさんは笑って、それならいいと答えた。そしてあと少しで全部わかるとも言った。正直私は全然良くないのに、
ある日、後輩から相談があると話しかけられた。その内容は、近々クラーラの誕生日があることだった。その後輩は、お世話になっているクラーラのために誕生日会を行いたいと申し出た。私は二つ返事で了承し、隊長に話をした。隊長も快く認めてくれ、彼女に秘密でやろうと言った。そこからは彼女に私たちの準備が露見しないように細心の注意を払って準備を行った。飲み物や食べ物、プレゼントの手配。私はこのような催しを行ったことがなかったから、随分と後輩たちには助けられた。任務や訓練の間に準備を行うことは随分と骨が折れたが、なぜかあまり苦労を感じなかった。ようやく準備はほとんど完了した段階で、私たちは次の任務を告げられた。任務は最優先だが、今回も間が悪いことに、彼女の誕生日の前日が作戦決行日だった。